やあやあやあみんなお久しぶり、1ヶ月ぶりのアッキーです。はい、ってことでまあね、この動画をねすぐ上げようと思ってね、まあ上げてます。はい、僕謎のチャンネル版からなんとまあ1ヶ月足らずで、はい、復旧しました。うわまあね、ここ1ヶ月はいやることありません。やっぱ僕 YouTube しかないの。まあこういう話はね後で撮っときましょう。とりあえずね今日はね黒ガロンデコをね使って、まああの普通に箱が強いやん、箱が強いっていうの分かってたんだけど、まあ火鍋が多くはどうなのかなと思って今日ガチマッチョ潜ってみた。2000があるのでよかったら見てください。レッツゴー。移動中だお。はい、ホッケフト、あ、間違えた、普通に間違えた、ハクフグ走行、イエイイエイイエイ、黒ガロンデコを持っていまーす。まあね、スペシャルをね、ちょっと多く積んだかな、攻撃より。攻撃は 0.3 ぐらい積んでます。まあ、少しの防御をね、まあ貫通するぐらいですね。はい。ちょっとつけられた時うざいぐらいですね。完全に防御はね、もう三角になっちゃうんで、距離を保ちつつ倒していきたいと思いまーす。あ、ここに下にいるから気をつけて。下にいる場合はもうね、左はね、まずね、正面に、あの、右の通路、あ、左の通路の方に見えたら、もう左から降りることをお勧めします。で、なんか一枚あり。で、なんかまだもう一枚あり。で、もう一枚、ここ。ゴミ M! ちょっと待って。ダイオでやっちゃおうか。やり、オッケー。とりあえずこれで3万落ちて、もうすぐ復活かな。いや、誰は無理やな。この壁をうまく利用して、シールド使ってあいつ届くかな。一発、あと一発。オッケーオッケーオッケー。で、その裏は、槍に、ナイス!やばい、ボムボム、危ない危ない。とりあえず一回、もう一回、左固めようか、一回。左固めて、ダイオを貯めつつね、スペースをね、0.6 かな。で、延長が 1.1。僕のギアではね。ま、変なギアになってます。で、裏通り、多分今エリア取ろうとして必死なんで、はいはい、はいはい。はいはい、もう一枚ここにいたよな。はいはい。あとは、右一枚、あそこ、あそこ。いや、一回エリア、もう一枚。だよ、敵か。オッケーオッケー、一回引こう。おお、危ねえ、びっくり。あ、入っちゃった。はい、あ、ちょっと待って。あ、降りてこないよな。あ、無駄履きだ、これマジ、上履き。あ、はい。あ、帰った。オッケーオッケー。さーて。裏いるべ。あ、危ねえ。待って。ナイス場所?あ、なんでそこにククってなったの今。もっと前に出したかったのに。あそこ正面。あと一発、イエスイエス。オッケー。あと13秒。左見てくれてるから正面もいるね。右。そこだけ右行かさないようにしてれば。あ、降りてきた。やばい。待って、ねえ、最後危なかった。終わらなかった。ワンチャンボムで死んでた。イエス!てか、一回も死んでないんじゃねこれ。わかんないけど。あ、死んでないよな。うん、死んでない気がする。うん。やっぱ、ダイオウって強いね。イエス !70。よしよし。まあ、いいんじゃないか。裏取りが効いたね。最初の左の潜伏と、裏取りが効いたって感じかな。うん。移動中だお。はい、ひらめが丘団地。高低差が激しいステージでの長射程はね、難しいところがありますが、やっぱね、ブラスター系がね、生きると思うんだ、こういうステージは。まあ、北斎とか、なんて言うんだろう、シューター系は、まあ、普通に強いっちゃ強いけど、スプラッシューターも。寿司コラもコスパ上普通に強いし、スプラッシューターの食い物の方も強いし、だけど、やっぱね、まあ、ゴーニーはちょっとあれだけど、黒デコは普通に使えるんで、ほら、相手も黒デコいるし、ナイス。ナイス、ニオチナイス、ぬるはぬるぬるぬる。あそこに北斎か。ぬるぬる、ちゃんとぬる。あ、待って、あーあ、で、どこにいるの。黒ガロンデコナイス。うっ、マジかー。一回貯めるかー。いや、飛ぼう。ニオチしてるから。オッケー。裏は、来てないから。一回塗って、人数は不利。バリアか。シールド置いて、左いるな。やばい。まあ。とりあえず、ナイス。とりあえずオッケーだね。オッケー。まあ、とりあえず、リードはできてるからオッケー。ペナルティつけられちゃったけど、あ、ナイスに落ち。いいね。ちょ、一回俺ダイヤ貯めていくわ。なんか余裕そうだから。オッケー。このね、塗りとかも結構ね、やっぱね、なんて言うんだろう。僕的に、あんまり、自陣を固め塗って、
本当の今ぐらいの地震だったらいいけど、本当スタート地点の左とかは僕は取っとく。最後の方に塗らないで、最後の打開を一やって、もう一どこ行った？なんて言うんだろう、最後のスペシャル貯める、もう櫓とかだったらもう塗らない、最後のために取っとくって感じだ。1枚やり、終了の転換遅いな、やっぱ。お、いけ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 、だからそこ今いるよな、やっぱり、やっぱりね。2枚やり、ナイス。あと左に2枚か、1枚あれやれっかな、あ、無理か無理か、一回これでストップされちゃうけど、僕はちょっとこっちを見とこう。こっち一人しかいないからね。やっぱ抜いたけど、オッケーオッケー、ナイス。あー、そこ黒か。一回右入るか。一回高みの見物と行きたいけど、そこ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 、あー、北斎射程長くね、意外に。寿司こらぐらいない？多分絶対北斎の人も射程分かってないって。オッケーオッケー、一回左に飛ぼう。安全地帯に飛びたいね。オッケー。で、全部来て。あー、一回取られちゃったけど、まあ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 。エリアにだけ、エリアの塗り合いでもね、大量溜まるからいいよね。残らない。オッケー。さーて、裏。オッケーオッケー。どうしよっかなー。とりあえず裏登らせないようにだけしといて。あ、やばい。バレるバレる。バレる！いや、オッケーオッケー！今やったオッケー！あ、3枚目。あ、当たり前だけど、ほっとこうほっとこう。一回乗り、一回乗り、一回乗り。大丈夫か、当たり前のやついるか、まだやった今、やってないな。やっぱりいたよな。なんでいるって分かっててやられちゃうんだろう。本当に。もう、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 ミルク。はい、オッケー、行きましょう。オッケー、ポツン。オッケー、オッケー。さて、時計一回取りたいな。やっぱね、93で、そっ、いける、いける、やれる、やれる、やれる。そこ裏入ってやね。あ、オッケー、オッケー、あと一発あるな。あと2発だったら突っ込まないな、多分バケツに。うばっ、マジかー、溜まってるんだよな。あ、入ってくれた、ナイスナイス。今の博士はうまい。あ、今9番取れないんだ。オッケーオッケー、行こう行こう。さて、残り1分25秒、1分25秒。オッケーオッケー。いや、難しいな、どう立ち回ればいいんだろう。大量溜めてたからって言ってエリア濡れないわけでもないしな。むしろ最後の最後、大王で打開みたいな感じではいいと思うけど、エリア塗られてる状態で大王吐くっていうの、あ、でもこれ吐くしかない。いや、待って、どこどこどこ、もう上がれない、もう上がれない、どこ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 、あ、あいつやる、あいつやる、あいつやる、オッケーオッケーオッケー。あ、黒デコ対決だこれは。お、俺待ってね、オッケーオッケー、今年うわく、どこどこどこ、ちょっとうわく、よっしゃーしゃー、黒デコ、その辺のそんじょそこらの黒には負けんぞ。負けそうだったけど、あぶねえ。こいつ、ナイスバリア、ナイスバリア、ま、な、やばい、いろいろとやばい。今の着狩りしたかったけど、無理に攻めると死んじゃうんで、一回塗り入りましょうか。オッケーオッケー、ダイヤ保たせて、そこ上いたよな。オッケー、やり。で、もう今、黒でこうやりたいな。やり、はい、今やった、今やった。オッケーオッケー。一回塗ろう、一回塗ろう。一回エリア取りたいな。あいつちょっとダイヤで落としに行くか。いや、やめとこう。ダイヤ保てるか、一応、敵エリア行こう。オッケーオッケー。一発当て、あー、入っちゃった。二発当てて一緒に死ぬっていうつもりだったんだけど、いないな。いや、まずいな。シールド置いてちょっと塗りだけ。塗らしない。ナイス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 、今のシールドボム。いける？それいける？いける？俺も行くわ、俺も行くわ。あー！まあまあ今のは、言い訳していい？あの、残り5秒だから行っただけで、あれ、もう何十秒もあったら行かないからね。最後ちょっとキル欲しいみたいになっちゃっただけで。結局ナイス点数が加算だよまあまあ勝ったからいいでしょ。でも高低差激しくても結構強い武器は、ああ結構キルしてたんやな。76ぐらいかなと思ってたけど、意外にね、楽しいね、やっぱ黒デコって。いやー、射程はい、てな感じでどうだったでしょうか。昨日の動画久しぶりですね、皆さん。1ヶ月ぶりかな、この1ヶ月。いやね、まあね、まあ伸びてた、伸びて、ほんと伸びた時の赤番だったんですけど、まあいい赤番だったかなと思います。なんて言うんだろう、まあ、天狗になったっていうのはありますし、なんか動画伸びるわみたいな、やっぱリスナーさんの大切さに気づいたっていうことがありますし、ありましたし、わかりました、持ってないでね。まあね、これからももうスプラ界で一番テンション高いんじゃないか。あ、それは嘘かもしれないけど、まあとにかくテンション高いジャンルに入って、まあ面白いジャンルに入って、皆様がどんどん楽しんでいただけるような秋になりたいと思いますので、これからも末永くお幸せに、あ、お幸せに
末永くよろしくお願いします。はい、ということでこれからも動画頑張っていきますので、はい、あとすごい嬉しいのが高評価多いよね。はい、低評価少ない。205評価0低評価とか動画もうね、もうね、再生回数いってても高評価少ないっていうのはね結構見当たるんだけど、僕嬉しい。うん、もうね、ありがとうございます。はい、ということでよかったら高評価お願いします。ってことでありがとうございました。イモリョウジもね喜んでるんじゃないでしょうか。イモリョウジなんで、あ、やっぱりちょっと機嫌悪そうだったんでやめときましょう。ってことでまた見てください。バイバイのー。